臨場事件は、1923年、通貨1 0 0の急行列車を土日が襲撃し、国際上、問題となった事件である。1923年5月5日、深夜、裏口を発し北上した、急行列車が、山東省南部の臨場駅に差し掛かった時、マゴビ用という項木の引き入る、土日、約2000人に襲撃され、乗客は残らず略奪をこむった上、 多くの外国人、中国人が人質として山災に拉致された。その中には、英米人男女がかなり含まれていたため、問題は国際的に騒がれた。この土日は、列車襲撃の前、政府の討伐軍に包囲されていて、それを溶かせる目的でこういう巨に出たものであるが、政府は、事件の紛糾を恐れ、三個たび一万五千の兵を、走って、 さらに土肥を包囲し、人質奪還の交渉を行ったが、容易に拉致が開かず、かくて時を経ては、外国人の生命に危険があるから、やむなく、土肥を勝負することになった。6月12日、外国人捕虜は全員帰還することができ、土肥は軍隊に改変され、孫尾洋は一躍その旅長となったが、間もなく殺害され、一味は再び元の土肥に戻った。 この事件はとりわけ英米を激怒させ、武力干渉論や中国鉄道列国共同警備案が提唱された。在北京外交団は5月7日、政府に警告を発し、後、数回抗議を提出した。8月、1損害賠償、2将来の保障、3責任者の処罰の3要求を提出した。鉄道警備に関しては、政府は、 外交団の要求を拒絶した。8月、自発的に鉄道警局条例を発布した。賠償問題に関しては1924年4月、外交団提出案363,301元42銭を1926年賠償して解決した。ありがとうございます。